どうも、マサダイです。今日はですね、これを読めば、キングダムハーツがわかるんじゃないか、そんな本を紹介します。キングダムハーツシリーズ、メモリアル・アルテマニア。僕が、ちょっとこの本、まあ、攻略本の売り場に売ってたのかな。初めて見て、一番気になったところはですね、この帯欄です、帯欄。ここら辺。キングダムハーツ3に備えて、これまでの物語がまとめてわかる本ということで、ちょっと高かったんですけど買いました。まだ読んでないのでちょっとピラッと読んでみます。ちょっとサクッと読んだんですけど、素晴らしい。もう丸わかりになります。これで最初から全部全てがわかります。ゲームやらなくてもいいかもしれません。これさえあればキングダムハーツの全てがわかると僕は思います。そして3に備えて復習できるという、いいね、最高だね。この本びっくりした。もう買う価値ありです。キングダムハーツってね、結構ね、難しいお話なんですよね。でもこの本があれば解説されてるような感じだからね、すごくわかりやすい。そしてね、ちょくちょく発売日がね、何年か後何年か後に出るから、前の記憶がね、徐々に薄れていくんだよ。でもこれ一本あればね、全部わかるから本当助かる。びっくりするほど助かった。皆さんもぜひこの、キングダムハーツシリーズメモリアルアルテマニア買ってみてはどうでしょうか。キングダムハーツ興味があって、全然内容知らないという方ね、ぜひ買っていただきたい。これ全部わかります。ゲームやるのちょっとなーっていう人はぜひこれ買ってください。それじゃあまた会いましょう。バイバイ。